トヨタ G 型エンジンは、トヨタ自動車が乗用車用として開発し、1980年から生産した直列6気筒エンジン。1980年代から1990年代に、かけエンジン性能向上を目的として手を加えた多様な品質改良や設計変更を受けながら、多くのトヨタ製乗用車に搭載され、この時代のトヨタを代表するエンジンとして知られる。 開発当時のトヨタにおいて、日本の小型乗用車規格の最上限であった2.0リットル級モデル向けの磁気録エンジンとしては、1960年代に開発された M 型が用いられていたが、日本で2.0リットル級乗用車に磁気録エンジンが普及し始めた初期からの旧世代エンジンであり、刷新が模索されていた。 これに伴い代替エンジンとして開発された新世代エンジンの G 型は日本市場の需要にフォーカスし 2.0L 級のみに対象を絞った得意な位置づけのエンジンで M 型のような排気量拡大は行われなかった。すべて排気量 1988cc で内径工程は75.075.0のスクエアタイプで形式は 1G のみである。 2.0リットルに標準を絞って開発されたため、排気量の拡大は難しく、3.0リットル級の磁気力エンジンは、JZ 型の登場まで M 型を使わなければならなかったが、2.0リットルに割り切られて開発されたため、直列6気筒エンジンとしては極めて軽量コンパクトである。この点が後に強みになり、ハンドル操作に対する追従性能を及び、 車体の軽量化などの面で後継となる JZ 型登場後も引き続き 1G 型が採用され続けられた。G 型は日本の税制上有利な2.0リットルに排気量を限定して大量生産が図られ中級人気車種のマーク2計画車をはじめ上級車のクラウンの廉価モデル、スポーツモデルなどに広く搭載された。同弁機構はサイチェシー C、DOHC の 両タイプがあり、さらには、スーパーチャージャーやターボチャージャー、電子デバイスなどによるチューニングをも施されて、排気量拡大以外のあらゆる手段によるバリエーション展開が行われた。回転がスムースで高級感のある磁気6エンジンを比較的廉価に提供できることで、大衆向けの6気筒エンジンとして、販売試作上でも多大な成功を収めた。 G 型であったが、全面衝突対策面で、直列六気筒の不利さが指摘されるようになった2000年代以降は、主力エンジンの地位を退りている。初代クレスタが最初の搭載車種であり、その後クラウン、マーク2、チェイサー、ソアラ、セリカ XX、スープラ、アルテッツァ等にも搭載された。6代目後期型クラウンセダンに搭載された 1G、EM 型に変わる。 新世代エンジンとして軽量、小型化を重視して開発されたが、M 型に比べ耐久性に劣るという表も存在した。後に 1GGE など、バリエーションモデルで採用されたエンジン制御方式を移植し 1G2 型に進化する。参考スペッククラウン版専用エンジン。商用車向けにピークパワーより、実用面での扱いやすさを重視したセッティングとしていた。 参考スペック 1GGE トヨタでは、初の4バルブジカ 6DOHC。参考スペック 1GGTE、参考スペック 1GG2 の設定のないクラウニや、マーク23兄弟の上級グレードなど、セダンタイプの車種に設定。1GGE のトルクアップには貢献したが、パワーと燃費のバランスを崩す結果となった。参考スペック 1GFE1GFE、参考スペック 参考スペック、参考スペック、日本初のツインターボエンジン LPG、使用通称、ルプイと呼ばれる、電子燃料噴射式の LPG、使用。ありがとうございます。